この殺殺音を立てる福様、音は関係ある時もあるしない時もあるが、まあこれはこれでいいわ。その次、老高、これ五代君また、ああそうか、これはいいか。狭くて汚い町、まあ裏町みたいなもんやな。よというのは、私のこと。これは熟語ではない。五代君、枯れてより売れると。これはもう全く話にならん。調べ、頭悪いか、調べていない。製品、まあこれでいいやろ。製品貧乏であるが、心が清らかで、行いが潔白。ここでは、貧乏に甘んじていること。まあ、そうやろな。窮屈、貧乏神。これも五代君、調べんと適当に書いたな。かたくなに極める。なもどこへ書いとる。飯田君はちゃんと調べたようであるが、五代君は調べていない。横着している。で、自分で適当に書いている。いい頭なら適当に書いてもいいが、悪い頭は適当に書いたらいかん。さあ、タイ。さっと風が吹いていいのは違う。さっと一回風が吹いたら、さっさつじゃない。さっさついのは、さつ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 と。さあ、さあ、さあ、さあというふうな意味だから。さっといたら一回や。だから、これ難しいから。な。さっさっと風が吹いてとか、まあさっといて一回吹いてさっさつかいうことになる。それは違う。風は吹き続けている。狭い何とかにいて、ようわからん。老教諭が、老は貧しい。ちまたは人の集まるところ。あ、狭いじゃん。狭いちまたじゃないよ、これは。貧しいちまた。ちまたいうのは、老公の公をちまたという意味で、ちまたというのは、人の集まるところだいたいな。老は貧しい。貧しい人の集まるところ。だから先生のように、裏長屋のようなところいうことになった。長年宿してきた心、雑誌を、かたくなに、固く、なんとかの、これ、固くなんとかじゃない。長年、心に宿してきた志と違い、いうことや。違った方向で、いうことや。固く、なんとか、手と書いてある。売れればと思うよう。これも、何書いとくか、わからん。頭の中がわからん。貧乏神が、さらに、よう、いた私、自分のこと、よう、憂いしむ。まあ、憂う心。
どない言うか、心を痛めるとかいうふうに言うんだな。これ五代君勉強が足りん、あかん、解釈30点ぐらい。それで飯田君、これについてはイダ君はさつさつさっと音を立てて風が吹くさむ、音は今言ったら関係ないな、立ててもいいし立てんでもいい。老高というのはまあ狭くて汚いいうのは大体まあ貧乏いう意味やから、狭くて汚いいうのは町いうのは人の集まるとこやからまあかまへんけど、まあ狭くて汚い要するに貧しいということな。よいうのは自分のことな。100年というのは100年と同じくらいに長い間、これは間違いない。五代君のこの異界が面白いというかアホらしくなって面白い。さっと風が吹いて春風動き出す、狭い、狭くない、汚いでいいね、貧乏でいいね、巷にいて長年心に宿してきた志を固く、なんかわからん字やし、ちょっと先生の頭では読め、憂えればと思うよう、何のこと言うとんかわからん。ところで、飯田君どない回答かな。さっと音を立てて春風が吹いた。さっと音を立てたより、まあ音立っとんか立ってへんのか知らんけど、要するにさっさっと音をさっさっと春風が吹く。私は貧乏に甘んじ、この狭くて汚い町に住んでいる。まあそういうことやろな。長き、しかしはいらん。長きにわたってずっとここに宿してきた志に耕えて生きてきた。あってもなかったもいい。生きてきた、まあいいやな。そして貧乏神が私をさらに嘆き悲しませる。まあ大体よろしい。ということで、まあ飯田君も五代君もほうきくんも、次回、飯田くんが持ってくるときに、この書類を持ってくること。先生から、飯田君や五代君やホーク君に質問するか、前のやつともう一つのやつと同じように、質問するから持ってきてほしい。